Hello there! 始まりました、森哲チャンネルです。今回はですね、自分がカナダに留学していた時の話をしようかなと思いますね。僕はカナダのですね、バンクーバーというところですね、バンクーバーにいたんですけども、そこで、ワーキングホリデービザですね、ワーキングホリデーのビザでまず行くんですけど、そこでですね、特に何もすることも決めずに行ったんですよ。で、6ヶ月間はですね、バイト、とかじゃなくてもいいんですよ。別に語学学校とか通っててもいいってことなんで、なのでとりあえず何もすることもないので、語学学校行こうと思ってですね、語学学校を探すんですけど、でせっかくどっか行くんですね、語学学校行くんだったら、まあなんか新しいこと学びたいなと思ってたんですよ。もうその時点で英語はかなりできる状態だったので、ですね、普通に授業出てても面白くないなと思ったので、でそこでケンブリッジ英検のコースですね、を取ることにしました。で、ケンブリッジ英検っていうのでも、で、まあ、いろいろレベルがあるんですけど、やっぱりやるんだったら、一番上のレベルですね、CPE っていうのを取ろうっていうふうに決めたわけです。で、でもですね、で、CPE を取ろうって言ってもですね、イギリス英語なんですよ。そこまで、それまでですね、イギリス英語をですね、全然勉強したことがなかったので、苦労するんですけども、で、そこで学校をいろいろと選ぶ中で、まあ一応有名な、とこを選んでいくんですね。で、そこで、まず最初にですね、もう、なんか門前払い状態だったんですよ。はぁってですね、日本人が何 CPE 受けて合格したいだって、ありえんありえんみたいにですね、思われて、で、テストを受けさせられるんですよ。で、そのテストが CPE っていうやつ、ものすごく難しいんですけど、そこの1個下のレベル CAE のですね、テスト問題だったんですね。で、僕はそれを受けるわけなんですけど、先生ってなんかこう、はい、やってって言われて、そのリーディングのテストやるんですよ。で、まあ、当然読めたので、もうその時点で英語はですね、CAE はそこまで難しくないんですよ。確かに大学入試問題とかと比べると相当難しいです。難しいんだけれども、まあ結構解けたんで、で、できて、はいって言って出したらですね、もうそのですね、バカにしてた僕をバカにしてた日本人が CPE を取ろうなんて、そんなのありえないだろうみたいな持つやつが、オーマイガーみたいな感じですね。びっくりしてですね、こんなに取れるんだみたいなですね。あ、ごめんごめん、じゃあいいよって言ってですね。で、無事に僕は、CPE のクラスに入るわけですね。で、まあ、あととわかるんですけど、その CPE のクラスにですね、で、初めての日本人で、で、初めてその CPE を合格した日本人だったわけなんですね。その学校でですね、まあ、結構歴史あるらしいんですけど。で、まあ、すごい褒められたのを今でも覚えてますけど、まあ、すごい驚かれたのを覚えてますけど、で、授業はどんな感じだったかっていうと、全員スイス人だったんですよ。そう、びっくりしたことです。スイスってすごくケンブリッジ英検が重要なんですね。なので CPE のクラスも CAE のクラスも、そして CPE は僕だけスイス人じゃなかったし、CAE のクラスもほぼほぼスイス人でしたね。なんで、まあスイス人たちに囲まれる生活っていうのをですね、しました。まあ一人だけ一応フランス語圏のですね、その、スイスのもう一応公用語、はドイツ語、フランス語、イタリア語があるんですけど、まあ、みんなほとんどが、全員のうちの一人だけがフランス語圏の人で、あとはスイスジャーマンですね、スイスの中のドイツ語ですねを話す人たちだったんですね。まあ彼らには結構言われましたけどね、僕がいるおかげでですね、そのスイスジャーマンで話さなくてよくなった、みんな普段の生活でもですね、この英語を喋って生活することになったから、それはすごく良かったって言ってましたね。最後、まあ、その CPE のテスト終わった日に、スイスジャーマン解禁って言ってみんな喋ってましたけどね。何を言ってんだかさっぱりわかんなかったですけど。でもまあ、かなり面白い生活でしたね。スイス人たちって、すごく、なんでしょうね、時間ぴったり守るっていうのもよくわかりましたね。その前までアメリカにいて、みんな遅刻してくるのが当たり前の生活だったんで、まあ、結構ギリギリに行ってる人と、うんですね。キャラとかギリギリに行く人だったんですけど、みんな時間ぴったりに来てかなりびっくりしましたね。さすがスイス時計とかって思いましたけどね。ですけど、まあ勉強もかなりしましたね。イギリス英語をたくさん学びましたね。本当に。まあまた別の機会でイギリス英語について話したいと思いますけど、そうか、イギリス英語のこんな簡単なですね、表現も知らないのか、みたいなのをいっぱい言われましたね、スイス人にですね。だから彼らもイギリス英語で勉強してますから、結構バカにされるところもありましたね。この単語知らない、この単語知らない、この発
音聞こえないのみたいなですね。まあ逆にこっちはですね、ほら、これね、何こんなアメリカ英語も知らないのみたいな感じですね。うん、そう、彼らわざわざカナダに来てるので、ちょっとアメリカ英語も聞きたいみたいな感じのところが結構あるんですよ。なんで、ですね、バンド英語も知らないのみたいなですね。彼らそう知らないんですよ。プラスターって言ってですね、覚えてるので、それなんていうのもあったりして、ね、かなり、まあ、楽しくやりましたね。授業中も、そうですね。まあみんな上のレベルなのでみんなすごい発言する人たちだったので、かなりレベルの高い、クラスでですね、楽しんだのを覚えています。はい。そんな感じでですね、普段も授業でもこうワイワイやり、普段の生活でもですね、ワイワイやるっていう感じでですね、いろいろと、まあ旅行行ったりとかもいろいろしたんでね、とっても楽しんだ、生活でした。はい。まあ、こんな感じがですね、私のバンクーバー生活前半部分というか、になりますね。まあ、いずれですね、その他のですね、家事情だったりとか、後半どんな感じで、6ヶ月終わった後どんな感じで生活してたかなんていうのも、いずれ話してみたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.